ここは犬山市池の地区菅野の集落です。イルカ池の堤防です。この山の向こうが明治村です。正面の山が尾張富士、標高277メートルです。倉ヶ淵と言われている山に挟まれた谷合です。左手電柱の奥になっておりますが本宮さん、画面中央水平の見える土手が愛知用水の水路です。工事中のブルーシートの奥に天然記念物一つ畑子自生地があります。中央のこんもりした山が白山です。本宮山、尾張富士、白山、尾張三山と言われる修行の山巡りの地であります。そして菅野の集落、菅野の集落、犬山市池の地区、それではこの交差点より右へ入り一つ畑子自生地に向かいます。右手木の影が尾張富士の姿です。倉ヶ淵の谷合を隔てて本宮山、手前が愛知用水の水路です。
ビル会計の堤防です。西側、左手の方へ行きますと博物館明治村の一帯となります。博物館明治村です。で、尾張富士、標高277メートルです。尾張富士の南側、山あいが倉ヶ淵と言われる山あいです。中央にありますのが愛知用水の用水路です。この辺りはオープンな海水路です。愛知用水です。愛知用水の西側、少し見にくいですが、これが本宮山であります。愛知用水です。愛知用水の南手が一つ端ご自生地です。の方白く見えますのが一つ端子であります。おはようございます。